正式にガンタと分かったのが3月の頭で、それからいろんなことやって、そしてまあ病院がとてもいい病院で、とてもいいスタッフで、非常にここまではそのいわゆる泌尿器科の人たちがやっててくれて、ホルモン療法っていうのをやってるんだけど、もう非常に順調で、数値もどんどん下がってきて、先生もこれは順調です。ただこのあと放射線科の方に移って、放射線科の方でもやるの でそれ全部やると7月の中旬ぐらいまでにはもう消えてなくなるだろうという見込みのもとに、そしてところがまあホルモン療法やったら、あなたどんどん太りますよとかね、もしかしたらそれから女の人に興味なくなりますよとかね、いろいろ言われたので、今のところ何もなくてね、今のところ副作用ほとんどないから、だからこの間も大阪のオーケストラとか札幌のオーケストラと一緒にやって、みんな大丈夫かなって感じで来るじゃない、と結構しつこく練習してみんなががっかりしてたりそうですね、日本っていうのはいろんな意味で英国と似ていて、第一次大戦の後、例えば消防自動車とかああいうのが赤かったり右側通行だったり、いろんなものを学んだわけですね。でも大元として、例えば国会の制度とかいろんなところで類似点があって、何よりも大きなのはやっぱりロイヤルファミリーがいて、こっちに皇族の方がいらっしゃる。で今回は軽井沢の演奏会なのに、まあお二人がテニスでっていうのもそこから始まってるわけで、いろんな因縁というかね、それが偶然そのちょうど僕たちが軽井沢に行く時の日程とちょうど変わって令和に変わったっていうのはね、こんないわゆる前、それこそ平成になった時はね、亡くなられたってことがあったので、世の中ちょっと暗かったけど、でも今回本当になんか、こんなこと言ったらしてたで、年明けというか、なんか渋谷の盛り上がり方もすごかったと聞いてますから、なんだ、でも明るくていいなと。そしてやはり前の天皇陛下と皇后陛下は、それこそチェロとピアノ、皇后陛下のピアノ素晴らしい。で、新しい天皇陛下がちゃんとビオラも気になる。こんな皇族はね、日本だけですよ。ロイヤルファミリーは楽器あんまりダメでしょうから。いや、そういう意味ですごく因縁のある方たちのとても大事なところに、こういうプログラムで、それも新世界って名前がついていて、大観行進曲であって、またアンコールも特別なのを用意してあって、これはとてもいい令和の初仕事だなと思って、すごく嬉しく、まあそうですね、実は1年間ぐらい空いたんですよ、その東京フィルと会うのは。多分おととしぐらいだろうと思うんですけど、ですが久しぶりに来たんだけど、全然そんな感じがしないっていうのは、やはり今までのね長い付き合いをやってたので、もう顔を見たとなり、その代わり、新しい人が入ったの、新しい人が入ったのっていう発見もありましたけどね、すごく楽しく練習しました。例えばロイヤルファミリーは、僕が昨日 CBE っていうのをいただいた時に、ジャロスさんが持ってきてくださって、ジャロスさんとも何度もお話ししたし、それからそれ以外の時にもジャロスさんがやってるガン撲滅コンサートっていうのも振らせていただいて、そこでもお話しさせて、でこの間ロンドンシンフォニーの指揮コンクールの時もチャロさんいらっしゃってお話しさせて、とっても頭が良くてユーモアがあって素敵な方、少しねおろし召されましたけど、でもこういうなんていうのかな、日本の、皇族の方はこういう発言できないかなみたいな、結構ラフなんです。ですからすごく思い出深いのは、そのチャリティーコンサートの時に最後に募金箱が出てきて、じゃあ指揮者から入れてくださいってなったんですよ。そしてやっぱり日本人の感覚で、僕一応指揮者だから、やっぱり1ポンドっていうわけにはいかないだろうと思って、20ポンド札を入れようと思ったら、チャールズが「なんと、それは多すぎる、もう1ポンドか2ポンドでいいんだ、その代わりたくさんの人が入れるのが募金です」って言って、1人が200ポンドで「それはいいんだ」と思わない方がいいって言って、チャールズさんも2ポンドくらいして、いいことを教わったなと、やっぱり大人の考えというかね、それがすごい思い出深いのと、あと天皇陛下と皇后陛下は今の天皇陛下と皇后陛下の愛子様のために、うちの兄貴が曲を書いたことがあって、それ以来兄貴のうちによく遊びにいらっしゃることがあって、それが
葉山に御用邸があるので、ね、うちの兄貴葉山なんですよ。で一度そのどうしても僕も来てっていう美智子様のあれでで行ったらもう本当にお茶目な方で、もう今日はチューちゃんでよろしい、ちょっとおたかさんぐらい言われることでチューちゃんでいいでしょみたいな、すごいお茶目な方で、そしてピアノご一緒して、そしてピアノもお上手だし、そして可愛かったのはそのうちの兄貴のところで最後にお菓子が出て、結構多めに出したら全部は食べられない、で最後にちょっとこれいただいてよろしいって、もちろんどうぞお持ち帰りくださいっつって、そしたらそのちいちゃんのケーキをね、で天皇陛下こう靴を履いてこうやってらっしゃるときポケットにポッと入れてニコッとしてこっちを見たりしてね、ああこういうね美智子妃殿下やっぱりその学校時代のそのやんちゃぶりというか、素晴らしいなと思いましたね。ですからやっぱりこの公的なとこにいらっしゃるときはね、なかなかそうもできないでしょう。これから大いにね羽を伸ばしていただければなと思います。そしてやっぱり皇太子様は僕がここの新国やってた時も何度もオペラを見にいらっしゃって、そして本当に詳しくて、一番困ったのは大野さんがやったトリスタンの時に僕ご案内したんです。トリスタンってすごい長いんですよね。でその長いのだから普通のお客様でもこう体がちょっとこうなって、皇太子でずっとこうなので、僕も横でしょうがなくずっとこうして、あんな疲れた本番はなかったですね。でもそういう音楽を好きな方たちがこう、ね、まあ、お勤めを果たされて、なおかつ今度新しいお勤めになる日本は素晴らしいなと思いますよね、うん、渋沢栄一っていうのは僕のひいおじいさんなんですけど、はい、渋沢栄一とあともう一人が富岡製糸工場の小高順中、はい、で、まあ、順中の方はいろんなことができた人で、相当人望もあったらしいですと。渋沢栄一さんももっと全然別の形でいろんなことをなさって、でその渋沢家と、小高家の、まあ、埼玉県の方でこう一緒になって、でいろんな人が出たんですけど、僕のおじさんなんかは例えば東大の教授がいるとか、それとかやっぱり会社をやるとかっていう人ばっかりだったんですよね。そしてうちの親父だけが音楽やってたんですよ。でだからうちの親父が音楽やるっていうのは小高家にとっては、どうしてって、もうとんでもないことだっていうので、うちの親父はもう諦めかけてた。そして、でも勉強したいっていうんで、その頃スコアって日本になかったですから、親父のお兄さんが外国に行って帰ってくるたびに、今でいうトランク、昔の氷っていうのにスコアをいっぱい買ってきてくれて、これをそっと渡して、またうちの親父はそれを見たいんだけど、お父さんに見つかったら大変だからっていうんで、なんとお手洗いでこうやって勉強してた。そしたらある時そのおじいちゃまがバッと開けて、要するに僕のおじいちゃま、親父の親父がバカ野郎ってこう首根っこであれで連れてかれて、でもボロボロ泣いて僕の音楽家の道は終わったなと思ったら、その親父の親父が、お前そんなに音楽好きだって、本当に音楽家になるつもりかって言われて、もちろんですって言ったんだって、殺されると思ったけど、でもそしたら分かった、俺が準備するからすぐに上に行けって、それで神戸かなんかから船でナポリに行って、ナポリからキシャポッポで上に行って、でしばらく経ってドイツ語は全然喋れないの気がついて、慌ててまた帰ってきたとか、面白い話がいっぱいあるんですけど、でもそういうことなんですよね、うん、だからうちの親父がもしもあそこで諦めてたら、僕は音楽してなかったと思います。だから僕子供の頃に結構算数とかそういうのが好きだった、理数系だったんですよ。そしたらお高家の人たちは、ああやっとあそこにもまともそうなのが生まれたとか言ってたら、僕がまた死者になるとか、ああ言われて本当に。そして今世界がとてもとんでもなくへんてこりんなことになっていて、いろんなところの長たる人がちょっといろいろ問題がある中で、そしてやっぱり皇族が立派な、ね、態度でいていただくのはとっても大事なことだし、日本人、僕たち国民みんなが誇りを持って、ね、日本人であることに誇りを持って堂々とアジアを世界を仲間にしていくということはすごく大事で、だから、まあ、隣の国と喧嘩ばっかりしてんじゃなくて、
もっと仲良くするべきです。だから僕、韓国のお客さんも振りに行くし、中国のお客さんも振りに行くし、みんなと仲良くやってます。そして彼らも仲良くもう本当によく対してくれて、お客さんも大喜びしてる。なんかガタガタ言ってるのは政治家と それを書く人たちだけですよね。だからもっと隣人愛を持って、もしくは世界愛を持って、だから新しい、ね、天皇陛下のお言葉にも世界と仲良くってありましたけども、とっても大事なことですね。それを、周りがダメだからって僕たちがこうしてちゃいけない、僕たちが胸を張ってさ。だから音楽なんて本当はとてもいいです、うん、言葉なくお互いに感じますから。やっぱりオーチャードホールっていうのは昔文化会館でやってた頃に東京さんの方からホール作るかなって言って、そこで練習してみたいなね、フランチャイズになるっていうお話来た時に本当に飛び上がって喜んで、そしてまあこれはマーラーの復活をねやろうみたいな、すごい盛り上がりで始まったオーチャードホール。でその後いろんなことがあって、僕は違う仕事もやったし、そして東京フィルとしては合併もしたし、それから新国との関係もできてきたし、非常に幅広くなってきた。だけどやっぱりその心の原点というかなっていうのは、昔文化会館はみんなで借りてた方だけど、自分たちのためにっていう意味からするとオーチャードが一番ですから、やはりオーチャードで例えばジルベスターをやるとか、いろんなことっていうのはその東京フィル そのメンバーにとってすごく一つのなんていうんですね、いい意味の因縁というか、もういいとこに戻れてるなって言って、そこでやっぱりオペラシティでずっとやってきたいいシリーズが、こっちでも復活すると、復活じゃなく始まると。でそれが何といってもその普通ね、昔平日の午後コンサートなんてありえなかったのが今定着してきて、でこれがもちろんオペラシティも素晴らしいけど、なんといっても渋谷っていうのは人が集まるところで、そして若い人がいっぱいいるところ で可能性を持った人たちがどんどん聞いてくださるということは、いわゆる令和の終わる頃までにはね、ものすごいことになってるのではないだろうかと。あ、それまで生きていたいなぐらいの感じですよね、うん、そうですね、僕は話すことっていうのは本当に下手だったんですね。そして生まれ落ちてしばらく経っていつまで経っても言葉を発さないので、で東邦学園に行ったら斉藤先生が、いい指揮者になるんだったらお前ペラペラ喋るなっていうのかとか、ずっと喋れなかった。これは結局その後東京フィルで仕事をし始めた後に、おしゃべりオーケストラ、それから音楽の広場とかで黒柳さんとの長いお仕事ご一緒があって、黒柳さんがどうやって面白いことをおっしゃるかっていうのも染みついちゃったんだよね。その頃に札幌のオーケストラ行って、札幌のお客さんは静かだからちょっとお話ししてあげてくださいっていうのからやってみたら、なんかとても喜んでくださって、それからなんか喋れ喋れっていうのが多くなって、ただ東京フィルのお客様の前では相当喋ってるので、だんだんネタが尽きてきたかなって、だから13日目になんか考えなきゃいけない新しいお話を、はい、はい、頑張ります。楽しみにしております。ぜひお越しください。